新たに15倍のデジタルズーム機能がつくようになりました。こんにちは。今日ご紹介するのは、私もずっと使ってるんですけれども、ウロボラックスの UR11X。こちらは今回マイナーチェンジモデルになります。今回冒頭でご紹介した通りなんですが、リアカメラにデジタルズーム機能が搭載されるようになりました。まずこちらの目玉でもありますデジタルズーム機能をご紹介します。で、こちらはこのような形で、こちらが今1倍の状態で、こちらが今15倍の状態になるんですけれど、で、これどのようになっているかと言いますと、あらかじめファンクション選んでいただく必要というのがあります。で、ここが後ろカメラのズーム設定。ここでズームの調整ができるんですけれども、まあ事前にこのズームどのぐらいにするのが一番いいのかということで、まあご自分で調整をする必要というのがあります。で、まあどういった観点で調整するかというと、例えばこのナンバープレートが見えるところまでのギリギリのところで調整するっていう方もいらっしゃると思いますし、もう15倍までフルにデジタルズームとして使いたいという方もいらっしゃると思います。まあ、この辺は何を捉えたいのかというところで、このデジタルズームっていうのは使い分けをしていく必要っていうのがあるとは思うんですけれども、後ろのカメラの距離感がかなりつかめるようになったっていうのが大きな特徴になります。このように今10倍に設定してるんですけれど、こんな形で、例えば、まずはこれは普通の1倍の状態なんですけれども、あらかじめこういった形で距離感をつかみやすく、より近いところに持ってきますので、まあ、距離感がつかみやすくなる。従来のリアカメラの映し方ですと、少しこう距離が離れているような感じっていうのがあったと思うんですけれども、まあ、これはズーム機能がつくことによって、まあ、距離感というものもつかめるようになりますし、もう一つ私気になってたところが実はここで、車内カメラになってしまうと広角になってるので、こういった枠が見えてると。で、これ僕あんまり気に入らなくて、まあ、車によってはこういった枠も映らないように設定できるものもあったりするとは思うんですけど、ステップワゴンの場合はどうしてもこの枠が狭くなっちゃってるんで、こんな形で映ってしまいます。それがちょっと嫌だったっていうのもあったんで、まあ、こうやってデジタルズームにすることによって、まあそういった枠なんかも見えなくなりますし、より一層後ろの車も見やすくなる。ナンバープレートももちろん見えるようになります。ただ限界がやはりあって、デジタルズームということになりますので、15倍までズームにしてしまうと、この辺のナンバープレートの細かな数字の認識というのは少し難しくなってくるというデメリットももちろんありますけれども、まあ何を見たいかによって合わせていくと、まあいうことができるということで、まあ今回新たにリアカメラのデジタルズーム機能がつくようになったというところが大きな特徴になります。で、注意項目として、これ音声認識機能っていうのが以前の動画でもご紹介したんですけども、まあこれだけの7つのコマンドというのがあります。で、このコマンド、今回、このデジタルズーム機能を入れてしまうと、音声コマンドというのが使えなくなるという。まあ、そこは少し注意していただかないといけないところなんですけれども、やはり音声コマンドを使いたいという方は、まあ、音声コマンドを使うということもできますし、逆に、デジタルズーム機能の方を使いたいよという方は、もうデジタルズーム機能を使うということで、これは、ファームウェアを入れることによってアップデートができますので、ウルボロックスのサポートの方は非常に親切で迅速かつ丁寧にサポートしてくれますので、サポートセンターに問い合わせをすればデジタルズーム機能にアップデートするファームウェアのファイル等も入れてもらえるようになりますので、ぜひ問い合わせをしてみていただければと思います。次にこのアップデートされましたウルボラックス UR11X のファンクション少しご紹介していこうと思います。私すごくこの UR11X を気に入って使っているところというのは、このタイムラプス機能、まあ、駐車監視機能、この辺がしっかりと機能しているからというのも一つ大きなポイントになっています。
で、ここに常時電源。これ、この UR11X って、この MaxWin の常時電源を、まあ、OEM 品として出していたり、MaxWin さんで出している常時電源そのものも使うことができます。で、これを使って、まあ、タイムラプス機能、24時間、ないしは12時間設定ができるのと、タイムラプスフレームレート、1秒間に 1fps から 5fps まで調整することが可能ということになっています。で、さらに駐車監視機能というものも、まあ、感度調整ということで、外部からの外覧が入った時に撮影をしてくれるといった、まあ、そういった機能、こう2つついていますんで、まあ、この辺がすごく僕自身、タイムラプスを私は主に使ってるんですけれど、まあ、これはすごくいい機能だなということで使っています。もう一ついいのは、このスピードリマインダー機能というものがついていまして、スピードのアラーム調整ができるようになっています。まあ、オフにするということももちろんできますし、最大で160キロまで設定することができるようになっています。まあ、これ、うっかりとスピード出しすぎちゃうということよくあると思うんですけど、これ、音で知らせてくれますので、すごく便利な機能になっています。それから、起動画面。まあ、起動した時に、どの画面を先に映すかっていう設定もあらかじめできるようになっていて、まあ、大体はリアカメラにするっていう設定がほとんどかと思うんですけれども、フロントカメラ、フロントリアカメラという設定もできるようになっています。それから、このフロントカメラ共像っていうのが、新しく備わった機能になっていて、通常ですとリアカメラ共像っていうのがほとんどだと思うんですけども、これはフロントでもできるようになっています。で、これをオンにすることによって、このような形で、フロント側も鏡映りにすることができるという機能が備わっています。この機能もすごくいいなって思っていて、私この UR11X をずっと使っているっていうのがあるんですけど、このガイドラインの調整をこういった形で、今上下、それから左右ということで、こういった形で、きめ細かに調整っていうのができます。まあ、通常ですと、駐車場のこの白線みたいなのがあって、その白線に合わせてガイドライン設定していくんですけど、これがすごく使いやすい。なかなかこういった指で細かく設定できるガイドラインの設定ができるドライブレコーダーっていうのも意外と少なかったりするので、こういう感じで設定ができるっていうのがすごく良くて、こうバック入れた時にバック連動線をつけていたとしてもあまり意味をなさないものが多かったりするんですが、このウルボラックスのドライブレコーダーはこのガイドライン自体も非常に見やすくて、白線に対して車の位置がどこにあるかっていうのが把握しやすくなっています。そこもすごくいいところだと思います。それからこちらのリアカメラズーム設定ということで、まあ、こちらは冒頭でもご紹介したんですが、まあ、ここで調整をしていって、1倍から15倍まで。あらかじめ設定する必要っていうのはあるんですけれども、自分はリアの車の状況を知るためにこのズーム機能を使うのであれば、まあ、15倍までフルにズームさせるのがいいと思いますし、ナンバープレートをもうちょっと見えるようにしたいよということなのであれば、15倍ですとやっぱりデジタルズームなので少しドットが目立ってしまうんですけど、まあ、10倍ぐらい、11倍とか10倍ぐらいにすると、まあ、ちょうどいいかなと思うので、まあ、このぐらいに設定して使うとか、まあ、自分が何の目的でリアをズームにしたいのかっていうことによって、それによってこの倍率というのは変わってくるかと思います。まあ、こういった設定をすることによって自分の好みの視界でリアを映し出すことができるというものになっています。あらかじめズーム設定しておけば、まあ、1倍の状態と、まあ、先ほど私は10倍にしたんで10倍の状態と、このような形で設定ができるという便利な機能が付いています。次に解像度についてなんですけど、私がこの UR11X を気に入って使っているのは、まあ、昼夜問わず解像度が非常にくっきりしていて、高画質で高精細であるということになります。まず昼間のフロントカメラの動画をお見せしたいと思います。
1920×1080p の 2K 相当の画素数になるんですけれども、それ以上にイメージセンサー IMX の307というのが搭載されているので、しっかりと補正が効いている HDR 機能が効いているので、非常にくっきりと高精細鮮明に画像が収録されているのがお分かりいただけるんではないかなと思います。続きましてリアの収録動画になります。リアに関してもフロントと同様でソニーのイメージセンサー IMX の307を搭載しておりますので、非常にくっきり高精細に動画が収録されていて、ナンバープレートも非常に見やすくなっているのがお分かりいただけるのではないかなと思います。でかつリアに関してもフロント同様 1920×1080p ということになりますので、画質に関してもドライブレコーダーの収録動画を撮るという意味においては必要十分な解像度になっていると思います。続きまして夜間のフロントカメラの収録動画になります。先ほどご紹介した通りでソニーのイメージセンサー IMX307 かつ WDR 機能が搭載されていますので、黒つぶれかつ白光り等も補正されているのがお分かりいただけると思います。それによってナンバープレートもしっかりと見ることができるということで、証拠画像として収録するには十分な解像度になっていると思います。続きまして夜間のリアの収録動画になります。リアの収録動画も見ていただくと分かるんですが、後方の車のヘッドライト白光りがしていないのが分かると思います。なおかつ暗いんですけれども、しっかりと被写体のくっきりと映っているのがお分かりいただけるかと思います。これが補正による機能でこれだけの動画の収録ができるわけなんですけれども、ナンバープレートもしっかりと認識することができますので、証拠動画として十分な機能が備わっていると思います。これまでこちらのウルボラックスの UR11X のご紹介をさせていただいたんですが、こちら最後にご紹介しておきたいのは、この UR11X というドライブレコーダーというのは分離式でかつゴムバンドタイプで使えるタイプなんですけれども、さらに純正交換タイプということで純正のミラーを外して取り付けするということもできます。そちらに関してはウロボラックスで出されている純正交換タイプ用の変換のアダプターがありますので、そちらを購入していただければ純正交換として使用することも可能になっていますので、お好みに応じてぜひ検討していただけますと幸いに思います。はい、ということで今回はこちらのウルボラックスの UR11X 12インチ分離式のデジタルルームミラーのご紹介をいたしました。商品の詳細は概要欄に貼っておりますので、ぜひ興味のある方は一度ご覧になっていただけますと幸いです。また当チャンネルでは車よびカー用品のレビューを行っておりますので、ぜひ興味のある方はそちらもご覧になっていただけますと幸いです。最後になりますが、チャンネル登録高評価をいただけますと今後の動画運営の励みになりますので、ぜひよろしくお願いをいたします。それでは失礼をいたします。